丈夫かな。でもね、油全然浮いてない。なんかあんま美味しそうに見えない、うん、ぶっちゃけ美味しくないです。めっちゃボソボソ。多分これうどんじゃなくてそばだと思うんですよね。うん、なんか中には卵とかまぼこと海苔が入ってる。油はね、そんな浮いてない。でも原料食になるのかな、これ。でもタンパク質が少ないから美味しくないですね、ちょっと。で、チーズバーガーめっちゃでかいの来るのかなと思ったんですけど、意外に日本と同じでちっちゃかったです。全然変わんない。なんか前、中学校の時にオーストラリア行った時にマック行ったらめっちゃでかかったんで、それを期待して買ったんですけど、日本と同じぐらいの大きさのバーガーが来ました。まあコーラは大きいけどね。 ABC ストアーズですごいおすすめ美味しいやつご紹介させていただきます。朝ね食べたこのシュリンプカクテルもうめっちゃ美味しくてリピーターしてます。でこれなんか気になって買ってしまいました。何これ、ゴーハウハワーエナジー、なんかエナジードリンクでちょっと気になって買ってみました。そしてこれプロテインヨーグルト 14g入ってます。カロリーが100キロカロリーのトータルシュガーですが 7g。 そしてフルーツ、南国だからね。そしてすごいトレーナーさんも飲んでたどでかいモンスター、これで370いくらだから400円ぐらいです。でもね蓋がついてんの、日本にはねないモンスター。でもモンスターは明日にして今日これを飲んでみたいと思います。ぜひねこの ABC ストアに行ったらみんなこのエビちゃん買ってね。グアムの時はねなかったんだよね、このエビちゃんが。まあハワイにしかないのかな、わかんないけど、まあハワイに来たらこのエビちゃんを食べてほしい。マジ本当に一番うまい。これさっき気になったやつを飲みたいと思います。何や、なんか海外のガムの匂いがする。まずなんかそのガムをなんか濃縮して
それを飲んでるぐらいの変な味。あー、めっちゃまずい。先ほど飲んだショットのエナジードリンクのせいで吐き気と頭痛とめまいと心臓がバクバク言ってます。ぶっちゃけさっき吐きました。なんか多分私には体に合わなかったんで、もしもハワイに来て購入された方は絶対あのドリンクを飲まない方がいいと思います。おすすめしないです。以上、尾形ゆりなからの報告でした。おう最高、めっちゃ甘そう。お、来た、ウイスキーあるそうだ。あ、ビール、ビール、いや、まあ、頼んだけど、まあまあいいんだけどね。オッケー、オッケー。変わり果て失ったその夢もこの裏に抱きしめてます。